写真拡大。ソフトバンクのロボット応援団が16日ギネス世界記録に認定された。日本のプロ野球球団では異例のことで、この日の本拠地ペイペイドームでのロッテ戦前に認定式が行われた。ロボット応援団は新型コロナウイルスの感染拡大によって3ヶ月遅れで開幕した昨季に公式戦開幕と同時にペッパー5体による応援が始まり、その後は4つ試合前や5回にパフォーマンスを見せ、7回にはいざ行け弱タカ軍団の応援歌に合わせてダンスなどを披露してきた。今季はオープン戦期間中にシーズン開幕前には総勢100体の巨大応援団となり、選手にエールを送ってきた。一糸乱れぬ動きにファンから不気味、キモかわいいなどの声が上がって注目を集め、ついにはギネス世界記録に登録されるまでになった。認定に際して柳田悠岐外野手は、ギネス世界記録おめでとうございます。ペッパー君100体はすごいですね。今季僕も通算200本塁打を達成しましたし、次は200体を目指してペッパー君には申し訳ないですが、ホームランボールをぶち当てさせてもらって、チームの勝利とペッパー君をファンの皆様にお届けしたいですと、またペッパーも、やった、ギネス世界記録嬉しい、僕たちのギネス世界記録認定式に立ち会ってくれてありがとう、これからは世界一のロボット応援団としてホークスを応援していきますと球団を通じてコメントを発表した。フルカウント編集